みんなでハムハム、日本全国無茶ぶりハムの旅。スカイツリーが綺麗ですね。錦糸町に来ました。錦糸町って言えばね、はい、僕の先輩の記者の人が、はい、警視庁まで行ってくださいってタクシーの運転手さんに言ったら、はい、錦糸町に来られちゃったっていうね。そういうこともあったんですけど、この錦糸町って言えば結構いろんな国の料理があるじゃないですか、はい、今ですね、あの大流行したビリヤニ、はい、ビリヤニ、はい、あのビリヤニの次に来るんじゃないかって言われてる、はい、コシャリっていう、ね、コシャリネクストブレイクな感じの食べ物があるんですけど、コシャリの日本で唯一の専門店、日本唯一ですか、そうがここにあるんです。ちょっと楽しみですね。楽しみです。ちょっと行ってみましょう、はい、若干こういっちゃいますけど怪しげな方向に来てますね。雰囲気ありますね。雰囲気ありますよね、はい、ほらなんかすごくない、ここもルーマニアレストラン、さすが錦糸町、国際色豊かですよね。ほいでこちら、ここじゃないですか、このコシャリアコーピーさん、2階ですね。ちょっとどんなお店なのか早速行ってみましょう、はい、おお。ごめんください。あ、こんにちは。本日はどうもよろしくお願いいたします。なんか今、はい、コシャリっていう料理が、はい、次のブームになるんじゃないかと言われていますけれども。ありがとうございます。ちなみにどちらの料理？エジプトの料理です。おお、エジプト。国民食って言われるほどの、はい、エジプトではというかメジャーな食べ物ですね、はいはい、いいですか、いただいても。もちろんです、ありがとうございます。ありがとうございます。どうぞ。エジプトのソウルフードコシャリはパスタと豆が入ったご飯が特徴。秘伝のトマトソースは本場エジプトの味を再現するため厳選したトマトが使われているそうじゃ。こちらが温玉炙りチーズコシャリです。美味しそう。こちらがミニピラミッドコシャリです、はい、エジプトだけにピラミッドっすよね。そうですね、そびえ立ってます。ご飯とパスタですか、これ。そうですね、ロズビシャーレイヤーっていうんですけれども、はい、うちでいうとパスタが3種類入ってます。はははは、長いスパゲッティに、うん、細くて短いバーミセリっていう、マカロニのような、フェルツーという、はい、あとはお豆がレンズ豆、これレンズ豆、ひよこ豆。トッピングのフライドオニオンもこのお店のこだわり。サクサクの食感を出すために揚げた後1週間天日干しにしているそうじゃ。食べ方ってこれどうすればいいんですか？もうトマトソースいっぺんに全部かけてしまいます、はい、でこちらのスプーンでとにかくよく混ぜる。こちらの辛いソースとガーリックレモン酢、おー、はい、シャッタとダアと呼ぶんですが、シャッタとダア、ちょっとずつかけながら味変楽しんでみてください、はい、じゃあちょっと早速いただきます。ぜひ召し上がってください。全部かけてよく混ぜる。あ、おー、美味しそう。おー、すごい。あー、なるほど。いろんなものが入ってるから、いろんな食感とかいろんな味がこう一気に来てすごい楽しいですね。タラタタタ、その音楽、ギザのピラミッド。どこから探検ですか？はい、行きます。タラタタ、ピラミッドに美味しいソースがかかってしまいました、はい、さあ行きますよ。にゃ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 ーん、なんかもう一中のみたいな。クイズとか、うん、出た、喜びのない、カリカリ、もう食感が止まらないですね。ちょっと僕味変してみていいですか？あ、そうです、いただいて、うん、あ、いい感じだと思います。ぐらい、あ、青だーっと言ってみました。あ、いい感じですね。やっぱり酸味と辛さが加わってなんか味がすごく深くなりますよね。そうですね、うん、チャラタタン。
では回答は。回答。そうか。うん。これ。ありがとうございます。めちゃくちゃ。笑わせないけど、あの食レポの間に吹かないでください。津田さんボッシュートです。ハムハム。私ども実はですね、とある食品メーカー の、はい、あの YouTube を撮影しておりまして、食品メーカーの製品を使ってですね、新しい美味しいものを何か作っていただけないかっていう。これで何かを。何かですね、あら、そうなんです、伊藤ハムという会社でございまして、実は一個すごい気になってることがあって、はい、エジプトってイスラムですよね。そうですね、9割型、はい、あのサラダチキンなんかもございますので、はい、新しい伊藤ハム料理を作っていただけないでしょうか。お、僕実はこれ馴染みあります。ジム通いしてるんで、サラダチキンはだいぶお世話になってます。あ、そうなんですね。はい、よろしいでしょうか。やってみますか。ありがとうございます。今回持ってきたのはこちらの13品。一体どんな新メニューができるんじゃろうか。ハムハム。サラダチキンなんですけど、僕が一番うまいと思ってる食べ方です。あれ、潰してます。はい、美味しい味が潰れた隙間に入り込んで、これが一番個人的にはうまい食べ方だと思ってます。ブロッコリー炒めていきます。油の代わりにマヨネーズで炒めちゃいます。あまりバラバラにならないように、ちょっと入ってるやつで大丈夫です。軽くしんなりしてきたら出来上がりです。うまくほぐれるんですよ。あ、すぐいけますね。はい、レモンギュッと絞ってお塩、これデュカって言うんですけれども、エジプトのミックススパイスです。万能ふりかけ的な調味料です。こちらサラダです。あ、すごい、これサラダですか。そうですね。で、これ使ってあるのはサラダチキン。タンパク糖です。おー、すごい。ということで、どんな味がするんだろう、楽しみですね。ハムハム。サラダチキン風の大豆ミートですね。はい、レンズ豆ちょっと茹でたものなんですけれども、はい、大豆の水煮缶みたいなのを使ってもらってもいいですし、秘伝のトマトソースを。これミントですね、ドライミントで、あ、チリです、はい、スープですね。おー、すごいいい匂いしますね。レンズ豆と大豆ミートのポタージュです。おー、レンズ豆と大豆ミートのポタージュ、回す意味はないですね。ハムハム。で、今回はじゃあデザート作っていきましょう。で、オーブントースターで大丈夫です。入れちゃいましょう。おお、小さめに切っていきます。かなり細かく重ねて入れていきます。これくらいの器ならこんなもんかな。たっぷりです。牛乳入れる。エジプト人って甘いもの好きなんですよ、すごく。これバニラエッセンスで香り付けで、
ひたひたぐらいに。なのかな、はい、彩りと香り、はい、味わい付けにピスタチオですね、シナモンですね、シナモンパウダー、4種のピザで作ったオムアリ風ですね。すごい甘い匂いがしますもんね。あ、すごい。一体ピザをどうやるとこうなるんだろう。オムアリって何ですか。オムっていうのがお母さん、はい、アリさんのお母さんの味。デザートがピザでできるって意味わかんないですけど、すごいですよね。おー、ハムハム。これナゲットですかね、真ん中から。そうですね、これもあのピーマンと、今ストック入れて、で、タケノコの水、ニンニクを入れて、ここにラー油、ホワジャンですね。ホワジャン。で、せっかくコシャリ屋さんなんで、そう。チンジャオロース丼風ですね。お待たせしました。大豆ミートのナゲットで作ったチンジャオロース丼ですね。4品ありがとうございます。サラダ、はい、スープ、デザートまで確かに作らせていただきました。じゃあ早速試食させていただきます。おお、チンジャオロースとコシャリが合いますね。すごいな。あー、すごい面白い味。さあ続いてサラダいただきます。ありがとうございます。美味しいし、ちょっとやっぱりエジプト風ですよ。うんうん、温野菜と一緒にサラダチキンをいただくっていうのがありがたいなと思います。うん、それが香ばしいんです、こちらの香辛料が、うん、一番わからないというか。あ、これ美味しい。普通にね、シナモン味のデザートです。ピザだったとはとても思えない。美味しい。なんかこれすっごい美味しい。すっごい美味しい。ぜひお試しください。夢のようなんですけど。ですか、はあ、エジプト料理すごいですよ。実力すごい。美味しい。ぜひ皆さんも近所にも足を運んでみてください。日本で唯一のコシャリ専門店、コシャリアコーピーは錦糸町駅から徒歩5分。本場のエジプト料理が味わえるぞ。レシピはこちら。早速作ってみるかの。今日は伊藤ハムじゃ。おいしく食べ。チャンネル登録よろしくレソン。